マークでいきますか。マークでこっちはこれより両選手リングに入場です。はじめに青コーナーよりジェームス・モコ・ギンタ選手の入場です。赤コーナーよりマーク・エポ・メリゲン選手の入場です。マーク・エポ・メリゲンの入場です。フィリピンで生まれボクシング一家の次男坊として育った25歳、日本に来たきっかけは2009年1月、世界戦に向けたスパーリングパートナーとして来日、その時初めて金沢の地を踏みました。それ以来ずっと望んできた金沢団の生活、そして挑戦、これから始まるカシミノマークの第1章。プレッシャーは確かにある。しかし正方形に踏み入れば左の拳がうずき出す。まもなくマーク・エコー・メリゲンリングに一歩ずつ近づいています。さあ新たなマーク・エコー・メリゲン第1章が始まります。今リングインです。両選手には激励の花束が贈られます。はじめに赤コーナーエコー・メリゲン選手には衆議院議員長谷博司様より激励の花束が贈られます。そして青コーナージェームス・モコ・ギンタ選手にはクラブ・ザ・ビーの市川雄二様より同じく花束が贈られます。そして同じく赤コーナーマーク・エルメリエン選手にはメンバーズ・リキュー・ママ・トモミママより激励の花束が贈られます。そして同じく和樹の波香様より激励の花束が贈られます。そしてエリナのあかり様より同じくメリゲン選手に激励の花束が贈られます。本日のセミファイナルフェザー級10回戦を行います。赤コーナー124パウンドカシミジム所属マーク・エコー・メリゲン。フィリピンから期待の新星カシミジムマーク・エコー・メリゲンです。青コーナーインドネシアフェザー級2124パウンド4分の3インドネシアジェームス・モコ・ギンタ。対するは去年12月亀田大輝とも試合をしましたジェームス・モコ・ギンタ。経験豊富でタフな選手です。同じくジャッジ土屋末広、レフリー福地裕二。さあ間もなく拳の嵐2013セミファイナルインターナショナルボクシングクラシックフェザー級10回戦マーク・エコー・メリゲン対ジェームス・モコ・ギンタが始まります。
今決戦のゴングです。拳を合わせて始まった一戦です。サウスポースタイルのマーク・エコー・メリゲン、マーク、そしてオーソドックスの今ジャブを放っていったのが赤いトランクス、青いグラブ、ジェームス・モコギンタです。速いジャブを繰り出していくマーク、緑とホワイトゴールドのトランクス、赤いグローブです。カシミジム、カシミのマークとしては今日がデビュー戦です。では解説をご紹介します。第9代 WBA 世界スーパーフライ級王座、王座飯田聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。体格も似ている2人、そして KO 率も 33% と、これはどういう数字だと思いますか？まあ、そうですね、本当に倒せるパンチは持っている2人だと思うんですよね。まあ、こうやって今ジャブをつくところを見ていると、まあ、マークの方がこうサウスポーで、モコギンタの方が今、まあ、オーソドックスですよね。この距離からだと、ちょっと今近づきましたね。はい、今近い距離を、マーク、そうですね、マークの長い距離で戦えると思うんですけどね。はい、そして右を吹く、これはガードの上です。マーク、速いジャブを先ほどから出しています。そして時計回りに回る、どんな試合を金沢のファンに見せてくれるのか。マーク、そうですね、槍を伸ばした。このマークの実力、いい選手だというのは聞いてるんですけれども、はい、私もこれ見るのが初めてなんですよね。はい、どんな戦い方するか、まあ、私と同じサウスポーだし、おー、右のアッパーを見せました。いいですね、パンチの出すタイミングがすごくいいですよね。タイミングがいい。はい、タイミングについてはカシミ会長も非常に絶賛していました。これからどんなパンチを見せてくれるんでしょうか。ぐるりと中央回って右を出していく、ボディ、そして左、積極的に攻めていますマーク。第1ラウンド、注目のカシミのマークとしてのデビュー戦です。これまで21戦16勝うち7回の KO を誇っているマークです。まだマークは丁寧に戦ってますよね、相手の動きを見ながら。はい、立ち上がりは丁寧に。対するジェームス・モゴリンダはどうでしょうか。まあ、マークの反応ですね。ワンツー、そしてアッパー、クーを引った。今みたいに隙があるとどんどんこうパンチをつな、げてくるんで、やりづらいとは思ってますよね。少しやりづらさを感じているかもしれないというモコギンタ。自分はアウトボクシングを貫くと昨日の計量では語りました。おどんなボクシングを見せてくるのか。右のボディ、右でペースを作ろうとしているマーク、そしてボディから右2発、モコギンタも返しますが、これは空を切りました。鋭い一発を出してくるマークです。いや、モコギンタもハート強いですね。すぐに打ち返してきましたよね、強いパンチを。そして第1ラウンド終了です。静かに、そして激しくという印象を受けたんですが、はい、第1ラウンドどう見ましたか。まあ、マークの方は、まあ、自分のペース、自分の調子を確かめることもしながらこう動いてたような感じですね。でもモコギンタの方も、マークを、まあ、警戒しているというか、まあ、格上だという意識はあって戦っていると思いましたね。さあ第2ラウンドです。第2ラウンドも拳を合わせて、そして速いジャブから始まりました。マーク、第1ラウンドボディ、右ボディです。第1ラウンドもジャブと鋭いボディからペースをつかもうとしていたマーク、積極的に左を伸ばしていく。それに対して、あ、ここもやはりモコギンタも打ち返しますね。そうですね、おー、ハートセンサー、ボディ、左ボディが入った。ちょっとローブローでしたね。ローブロー気味。はいはい、ベルトラインより下をちょっと打ってしまったんですね。エフェリーからの注意が受けました。しかしそれほどに積極性を見せています第2ラウンドです。青いグローブのモコギンタの方はもう36戦もしてるんですね。はい、まあ、おー、まあ、キャリアはあるんで、マークよりもキャリアがあるんで、まあ、まともに比べるのは少ないと思うんですけど、今も頭を振りながらまとめていったですね。マークがあえて連打をしても、うまくこう頭の位置を変えて
クリーンヒット回らないようにしてますよね。しっかりとガードを上げていると。22歳にして36戦というのはこれは多いですよね。そうですね、はい。そして左のジャブを打っていく。でもそうしたも攻撃に対して、マークはどうクリーンヒットを当てれるか。なるほど、まあ、さっきから、狙ってますよね。クリーンヒット狙ってる、まあ、手数がそんなに多くは出してないんですけど、マークの方はしっかりと、クリーンヒット的確な、顎を狙っていきますよね。一瞬で試合を終わらせてしまうパンチを持っています。ですから気の抜けない試合になりそうです。そうですね。ジャブを打っていく。 KO を狙っていると昨日明言しましたマークです。おー、そうですか。曲がりながら右のアッパー、ややジェームスモコギンタが詰めていきます。下がりながらマーク、右のワンツー、そして左モコギンタも狙っています。そうすると左のストレート、もう一発モコギンタ嫌がった。さあロープには牽制してボディ、右ボディ頭、そして左、左ストレート、ね、上下の打ち分け、ボディを打ったり上を打ったり、ボディから上下の内訳を見せました。そしてモコリンクも笑いました。アッパーまで持っていく。こちらもワンツー。マークの方のガードはどうですか。いいですね、ガードをしながらしっかり相手を見ているんで、ガードの間からですね、まあ、クリーンヒットもらうのは少ないですよね。今年の4月にも8回戦の試合をマークは行いました。2ラウンドに右フックのカウンターを当てて日本ランクフェザー級9位の脇本をリングに沈めています。カウンターも追っているというマーク。モコギンタの方もこうやってロープに進めるとどんどん手出ますよね。モコギンタには右フックが入りました。さあグラウンドを固めて最後モコギンタの応酬です。第2ラウンド終了です。先ほどのロープ際のシーンですが、左のストレートボディとストレートの内訳を見せましたマークです。上下の内訳を意識しているような風には見られますか。そうですね。でまたマークの、右ボディ前の手の、ボディは力強そうですね。はい、力強いボディを見せているというマークです。第3ラウンドです。2011、早速いきましたね。右のボディ勢いのあるボディを2発打ちました。右ボディ、そして左を伸ばしていく。じりじりと求めてまとめていく。アッパーまでつなげました。少し下がりながらマーク。どうしよう。そうするとカウンターを狙っているというのも一つありそうですか。マークはそうですね、左のストレート、なんで、モコギンタの方としては近づきづらいんですよね。そのまま行くと、マークの左ストレートが伸びてくると攻めづらいですよね。攻められないというモコギンタ、はいはい、それに対してじゃあややペースとしてはマークに寄っていると見てもいいでしょうか。そうですね、マークの方が下がりながら戦っているんですけれども、やはりモコギンタの方は自分のボクシングがなかなかできない状態でいますよね。今の左ストレートですよね、はい、ちょっと距離を詰めようとすると鋭いジャブと、左ストレートが飛んでくる。今もアッパーからフックを見せましたがガードの上です。こう下がりながらもモコギンタのパンチを見切ろうとしているマークです。まあ、試合前、柏木会長もこのモコギンタのパンチを見切ってきた頃からカウンターに注目してくれという話もしていました。そうですね。左から右ボディ、そして上上下の内訳です。モコギンタ少し避けましたね。そうですね。左、強烈なアッパー、はい、このマーク、力強さもあるんで、まあカウンターだけじゃなくてこうやって攻めていっても、パワーで倒せちゃうかもしれないですね。打ち返すだけじゃなくて崩すこともできるという期待のマークです。左のストレート、左のカウンターと、あと攻め出したとき、どんどん前に攻めていったときに、そのまま仕留める可能性がありますね。今のボディはローブロー気味ということで、モコギンタ。さあ再開です。ボディまとめていく。このボディを嫌がっているようにはモコギンタ見えますか。いや、じわりじわりとは効いてると思いますね。
強烈なボディを先ほどから見せています。右フック顔面を捉えました。油断はできません。モコギンタです。去年の12月には亀田大輝との対戦経験もありますジェームス・モコギンタ。その際は判定で負けはしたんですが積極的なファイトを見せました。右を伸ばしていく、いやいや流しながら落ち着いた印象も受けるマークです。ロープ際右のアッパーを見せ、左今の距離ですね。あの距離に開くとあのストレート飛んできますからね。マークの距離を確かめつつあるマークエコーメリゲン、まあ、マークは2011年から実は1年間半この10回戦の試合は遠ざかっていたんですが、ま、どういう試合を見せるのか。追っていく右のフック大振りガードの上です。そして下がりながら距離を詰める右のフッククリンチになります。そして第3ラウンド終了です。Round of applause.